今日のアフターテラちゃん京都大学大学院教授藤井聡さんです。藤井さんよろしくお願いいします。 岸田総理は大雨に伴う国内の被害報告を受けて谷防災担当大臣に対し九州北部に加え秋田県についても現地に入るなどして被害の状況を確認するよう指示したことを明らかにしましたその上で今後私自身も被災地の状況をよく踏まえつつ現状要望を直接聞く機会を設けたいとまたもこの自慢の聞く力を被災地で発揮する意思を表明していたよう まあただ、えー、まだこの被災地への訪問は検討するという段階のようでして、えー、本当にこの被災地に足を踏み入れるかどうかは分かっていないということなんですが、ねまあ、こういう岸田総理の発言があったとということですね、うん、しっかり検討はしてもらいたいしっかりそうです、ね、検討はしてい行く必要ないの。あ以外にし って言ってもらえたでしょうね。行<ー>かないだったらそ、ね、そうですね。行かないかんだったら、いや、しっかりできますっていうことで、行かないってことは、いや、行くまでもなかったし。<ー>って言ったってことになりますからね。えー、これがどうしてあるか、ちゃんと我々確認しておく必要あります,よねあすね。はい。うん、で、この一説では、災害対応を放置して、中東に行ったことに対して。あまりにも国民からの批判がすごすぎたので、うん、<laughs> 慌てて被災地訪問を検討し始めたとも言われています。まあ、まさかと思いますけれども、この被災地訪問、先日、あの藤井さん。 ともですね話題にしました岸田総理の国民の声を聞く全国安家大作戦、まあ、この一環に入るってわけではないんでしょうねこれ入れるんじゃないですか入れるんですかそう入れた方がいいでうって34箇所、うん、だからそれで一個いかんで済むようになるからつ,つうらに行くにあたってちょうどいいんじゃないですかそうなんですかどうされるのかきゅんさんに聞いたらいいんじゃないですか。あそうですね ですね、岸田総理、今後この激甚災害への指定や普及交付税の,この繰り上げ交付などによって被災者の生活再建支援被災地の,この復旧支援などに取り組みたいと話しているようです、うんうん、国民からは被災地を巡ったら逆にですねこの復興増税をしようと言い出すから行かない方がいいという声まで上がっているようですねこういう国民の意見というのも出てきているようですね。 そうですよね、うんまあ、本当、岸田さん、かなり危機的な状況だと僕は思うんですけどね、はい、やっぱり基本的にあの人をいら立たせてる状況になってますよね、こうなんかやって増税するだとか、はい、なんか被災地ほっといて、よそ行ってまうだとか、えーうん、なんかイラついかせますよね、でちゃんとやるんかまた検討するって言ったりだとか。えー 全国ずつうらうら言って34箇所だとか、はい、うんやっぱりねイラっときますよね、うん、でマイナンバーっていうのもありますし皇低の息子を勝手に、はい、忘年会、ね、忘年会やったりするのもなんか適当にやったりだとか、えーはい、やっぱりねなんかこう日本人のこのなんていうんですかね、あのー、日常生活を営む上で我々人間ですから規範って ソーシャルノームって規範とかモラルとかを持ってますよね、それをね、あのー、バイオレート破ってるんんですよね<ー>岸田さんが、うん、やっぱりね、日本人のその、まあ、潔癖なとまで言わないけども、一定の倫理感覚から、清潔感からするとね、んなんか役に立つとは、とても思えないな。まな、あ、アホかどうか知りませんけど、なんとか息子をね、 なんか総理大臣秘書官と立派なところにつけてなんでやねんで聞いたらいやもう教育のためだとかって言ったりするだけでちょっともうこいいつ頭おかしわ倫理観として許せないわけですよねだってそういうことをする人って、えー、法律的には許されるかもしれないですけども嫌われ者になるんですよ、うんえー、そういう上司は部下から嫌われるし尊敬できませんもんもね、うん、でそういう同僚っていうのは周りから陰討ち叩かれるし。 そういう部下っていうのは上司からすごく叱責されますからねやっぱりねその法律的にあっていいかもしれないけれども構造としてね倫理を踏み越えてるんですよね。はい、で,であのー、で特にあのアイスクリーム食べてる皇帝の大はしゃぎ写真なんていうのは、はい、それがもう誰でもわかるような状況になったしで今回なんか NATO に行く時にも九州であ,あの時後で調べたら何もなくなってたんですよね。 亡くなってる状況で、ほいで、明日の朝しっかり見極め,めて、えー、判断します、うん、で死んでるな死んでるなるぞっていうね、ね去年、えー、先週ね、僕言ってた、えー、これ、人が亡くなってる話なのにね、えー、ねこんな逆みたいなことをしてやるっていうのは、ね、やっぱりね、 イラつくんですよで法律的にねなんかやっても構わないしあのいくらでも言い訳なんてできるんでしょうけれどもあれ日常生活の大人の振る舞いとしてあるいは仲間の振る舞いとしてね到底許容できないことをいっぱい岸田さんはやって。 で,らっしゃるんですよでね岸田さんのことムカついてない人たちっていいますよねだから3割とかぐらいまだ今支持率あるじゃないですかであの人は何で支持,し支持してるかっていうとまず見てないですっごい人から批判されてあいつおかしいわって嫌われててもう「ようつよよっつよ」って言ってるやつでね「えー、お前何も知らんやんけお前」みたいな「こんなんやつこんなんやぞ」って。 <laughs> みたいなア、<laughs> なえアホか、<え>それが知らんか、あホかっていう人が37%、うん、まあ知らないだけっていうふうに思いたいんですけど、ねうんはい、知ってたらみんなムカつくはずだとは思いますけども。えーうん、っていう状況になっててねだからね岸田さん,ん、ね、本当にあの自らの振る舞いを正していただきたいですね。えー うん、理科に冠を立たさずっていうぐらい崇高さというものが求められるのが総理大臣という立場なわけですから、はい、でおそらくなんで、ね、そういうことができないかというと多分ねこれ僕のででですすよよ知らなないい友達んでしょうねはあ、はあ、ただ僕だったら知り合いと呼ぶような距離の人と、はい、友達っていう距離の人と親友っていう距離の人も3種類ありますよ。 あの赤の他人。はい、赤の他人と知り合いと友達と親友って。多分ね、僕が岸田さんのところにポコンと入ったら、友達一人もおらへんよ。親友なんて絶対おらへんよ。親子関係でもこんなんな。<ー>ことをやってるんじゃないかなと僕は思いますね。なぜかというと、そういう人は思いやりがないので、友情も愛情も。これ僕の言はそうですよ。 いや彼の振る舞いからしたらそうであるとしか僕は思えないから言ってるだけであのそうであると僕は断定はしないんですけどうーそれに友達いなかったらねその友達うちで友達が嫌われたくないとも思わない。 じゃないですか。はいえー、だからね。あの人をどうやったらイラつかせるかっていうことがわからなくなっていくんですよ。岸田さんは本、ね、当ん不幸な人生を謝れたんじゃないかとすら僕は思いますね。だからね。あの、岸田さんは非常に人をイラつかせてる状況に僕はあると思いますから、ぜひね。木原誠二なりなんで、ねはいえー、周りの人がいや。それはもう女が何もでもおるような。 そんなモデル男なわけでしょ知りませんけどああそういう人間がですねいや人として、これはこうした方がいいですよというふうに岸田文雄総理をね、はい、お支えいただくようにしていただければでね岸田文雄さんが人をイラつかせないような政治をやるようになったらねそれはそれで日本国家として立派なことですから岸田さんがね友達いようがいなかろうがしたことじゃないわけですよ不幸であろうが、はい、あの幸せであろうが地獄に落ちてようが関係ないですよとにかく総理大臣として立派な仕事をしてもらいたいだけで。はいで 今は友達がいないということが原因かどうか分かりませんけれども人をいらつかせるような日本社会に大きな被害をもたらすようなことばっかりやってるのが問題であってねそれを支えるのはねやっぱり岸田内閣のね 政権メンバーがね、中枢コアメンバーがちゃんと岸田文雄という男を支えにはならんですよ、はい、でその、まあ、有権者をですね、うん、また新たにというか、うん、多くイラつかせているのはこの問題で、うんえー、岸田総理、6月末にですね、うん、総理に手渡された政府税調の中期答申では、うんでねえ、退職金へのこの税優遇見直す退職金増税ですとか、うん、配偶者控除、扶養控除、うん、年末調整とおなじみの生命保険控除、うん などの見直しまあこれが盛り込まれていたことが明らかになっていますまあ国民もこれでまた苛立ってるというか不安というかですねそういう気持ちですでさらに控除については他にも地震保険控除について検討を加えることが必要と指摘していたりえさらには EV 電気自動車や燃料電池車についても課税強化を提言したといいますまたこの非課税所得についても通勤手当車宅の対応そして非課税を売りにしたニーサの譲渡へ 配当、失業等給付、うん、遺族基金年金給付型奨学金こちらにも非課税見直しが提言されたということのようですね、うん、まあこの政府税調もやりすぎだという指摘もありますし、まあ、これを素直に受け止める岸田総理もですね失業手当遺族年金奨学金にまで課税する、まあ、これ、まあ、やるかどうかはまだ分かりませんけれども。うん これどううなんでしょうね,いいね例えば、はい、友達うちでこういう話があったとします、うん、税調みたいなものがあって、うん、まあそのクラブか何かで誰かが僕が首相でね何、はい、か言ってきよったとで何かこんなやった方がいいよってアドバイス。 いいろろとバーって書いてあってでそれをこう読んだらもううちの部員みんなムカつくとしましょうよ、はい、で,でもそれは僕は諮問した以上答申を受け取らなあかんっていう時にねいろんな言い方ができるんですよ、うん、これに基づいて検討いただきます、うんうん っって言ったらあいつやる気なん部員もかつくわけですよ、はい、ところがね僕はその部員がなこの答申読んだちょっとイラつくよなっていうのがあったらあこれいただきます、あのー、私これも受け取りましたとうまあ彼は専門家だからこれまとめてくれたけど最終的に決めるのが私だから、まあ、この中の全部やるっていうわけじゃないから例えばこういうところとかこれ結構議論あると思うからいろんなところ含めて考えなあかんと思うからとでもまあ彼も専門家だから一応これはちゃんと受け取ってでもあのこれで決まったわけじゃないな とか言ったら「ああ、はい、なるほどと」とうちのキャプテンまあまあやよるよなってこうなって収まるわけですよ。ええところがねこれも退職例えばですよ「退職金増税をやるべきだ」って書いてあるな「うん検討しましょううん!」って言ってるわけでしょ。ええ、でこれに対して例えば僕ツイッターで書きましたけど梅沢富美男さんがね、はい、すごい怒ってると<う>でニュースがあってね何て言ってるかっていうとね「人が一生懸命働いたら退職金じゃねえか!」うん そこから何が欲しいんだよ情けない、うん、っ,て怒ってるやんかこれ退職金ってね30年40年とこう教師生活25年みたいな町田先生みたいなのがね30年40年働いてですよもう真面目にやってでいやありがとうポンポンって言ってありがとうございますいやもうこれで一生働いて教師生活25年こんなに嬉しいことないですっていう。 ご褒美じゃないですか。それええ、じゃあ、それ税金払えやこれって、はあうん。国民感情をイラつかせるわけですよ。えー、だから、梅沢富美男さんなんて大衆演劇をやってらっしゃる方ですからね。大衆の気持ちっていうのがわかるんですよ。だから、大衆がこういう増税に対して、どれだけ腹が立つかっていうことをね、人情話として梅沢富美男さんはめちゃくちゃ理解してるわけですよ。えー、だから、情けねえ なんでそんなことがあねえな。うちのそれはって怒ってるんですよ。だ、これなんでこれわからへんかって言うと、やっぱりね。ちゃんとした人間関係をね。 やってこられなかったからであってね、<ー>やっぱり僕それは総理大臣の資質として。極めて深刻な問題を、岸田文雄さんっていうのを抱えてると思いますね。えーえー、はい。で、まあ、そんな中ですね、岸田総理の最側近と言われる。木原官房副長官の周辺が不審死事件と関わっているのではないかという。うんうん、まあ、この疑惑、週刊文春がここのところ、ずっと報じています。そうですね、三十連続で相当ですね、はい。で、具体的にはですね、木原官房副長官の奥さんの。 17年前に結婚していた当時の夫があ怪し、まあ、怪しい死に方ですねあと不審死えこれを遂げていたとされる事件でえその事件の捜査は現在未解決事件として捜査がストップしたままとなっていますで木原副長官はその件を報じた週刊文春に対しすでに2度にわたり刑事告訴を行うと宣言しているようですがまあ、そんなさなかですねえ今週の週刊文 春春ではその開始した秋原氏の妻の元夫の遺族たちがこの事件の捜査の再開を求めています、うんうん、7月17日付で警視庁大塚所長宛に上申書を出したということを報じています、うん、で遺族が再捜査を強く求める背景には被害者の男性の死をめぐって到底納得できない謎がいくつも残されていると、うん、まあこういうことなんですが、うん、まあ何やらですね現場に残されたない ナのこの血の付き方ナイフの置かれた場所そして父親がま第一発見者で目にした時の遺体の位置が警察が描いた現場の見取り図での遺体の位置と違っていたまあ、こういうこの遺族としても疑問を抱く点が多いことから再捜査を求めるとまあ、こういう風になったようです、えー、ただですね梅行警察庁長官が定例記者会見でこの事件について質問された際には、うん、適正に捜査 調査が行われた結果証拠上事件性が認められないと警視庁が明らかにしていると答えたようです、うん、これ再捜査になる可能性まあ、この津行長官の言葉からすると再捜査の可能性は低そうかなという感じもしますね、うんまあ、警視庁はそういう判断をしたと言ってるわけですよね、はいえー、まあそれに対して不服を申し立てているということですよね、はい、遺族が そうです。はい。この捜査では納得できない,とい、ね、はい。まあ、ただ週刊文春もですねこの辻木警察庁長官の発言に食いついたようでして文春から捜査資料を確認したのかと問い詰められた辻木警察庁長官は、うん、いやそういう立場じゃないですからねないからですね警視庁に問い合わせてもらうしかないかなと言っていたと言いますまあ、週刊文春発売後に木原官房副長官から連絡があったかという質問にはいえ、うん 私は木原官房副長官とは全然連絡を取る立場でもないと説明していたと言います、まあ、この警察官僚の上司に当たるのが官房副長官ということになるわけなんですが、まあ、近々ですね被害者の遺族だけでなく友人たちも捜査の続行を求める署名活動を始めると言います、えー、被害者遺族と週刊文春チーム対木原官房副長官の戦いということですが、まあ、これどうなっていくか ですね、捜査が再開される可能性、こ、うんまあ、ここに注目ですねの問題で一番重要なポイントは、あのこの文春法の1発目のタイトルがね、木原誠二氏、俺がいないと妻がすぐ連行される、はい、というのはこれ、見出しなんですけど、これ何意味してるかっていうと、俺がいないとっていうのはどういうことかっていうと、自由民主党の衆議院議員で、かつ内閣官房副長官。 であってえー、とこれを言った時点がいつかはちょっと微妙ですけれどもいずれにしても与党政権の重要な政治家の一人が木原誠二でその俺という存在がいなければ妻はすぐ連行されるすなわち捜査を受けて警察に連れてかれてしまう、はい、と木原誠二が言ったと木原誠二の元政治の元 例えば現愛人に言っている、はい、でというその元愛人のテープが残っているという,、はい、いうことなんですよね。で、まあ、これはまあ言ったと考えるのが自然なんだと思いますけどもだからここで何を意味しているかっていうと。 公正な捜査というものが政治権力によって三権分立であるにもかかわらず立法府の人間が司法の捜査を歪めたという疑いを、はあはい、文春の記事は暗示示唆しているわけですね。これがあったとしたらこれはとんでもない問題なわけですけどもこれに対して、えー、津木警察庁長官が僕が調べたら 捜査は適正に入ったので別に木原政治という政治家によって歪められたというのはないですよということを、まあ、言っているということですよね。えーえー、そしたらもうこ,れではこの話はこれで終わりなんですけれどもそれに対して遺族は、はい、これおかしいと、えー、明らかに捜査が進んでいたあわけでそれが急に止められたのは歪んでいるかどうかは別としてこれはも問題があると。 うんこういう事件性についてしっかりと調べるべきだとまあ遺族が言っているということですからえまず、ここで捜査があればうん木,原の発言木原さんの発言というのがあったかどうか歪められたかどうかということが分かってくることになりますけども警察の歪みをチェックする機能が外部にないんですよ、内部調査でしょ。はい えー、あれやってんねん悪くねよ悪くねえよって言ってる状況ですからこれ第三者がやっぱ裁判所がこう介入するなりなんなりでそこで木原誠二という政治家によって歪められたかどうかということが本来は明らかにされなければならないですよね。でこれは問題なのはねあの三権分立で司法立法行政でしょ。原政治というのは 行政の人間であり、はい、官房副長官として、えー、で国会議員として立法の人間でもあってかつその行政の下にき官あの警察庁長官とかもいるとだから3件分に3件ともが木原政治側に立っている状況にあって、うん、その外部にいるのが文春でありその亡くなった、あるいは殺された。はいえー 方のお父様ですよ遺族,、はい、遺族になってるわけですよだからねこの三権全体と戦うという話にこうなっててだからあるとしたら世論マスコミの力しか、まあ、本来ないというふうにも解釈できるんですよね。したがって権力側が全くない状況ですからよっぽど世論というものが大きくならないとこの問題は。 動かないですよね。あるいはこの3件の中に両親が残されているのならば、あると信じたいですが、残されているのならば、その人たちが、これは明らかに不,不正であると。これはもっとちゃんと捜査者の中に決まっとるだろうという声が上がってくるは別です。はい、で、それが誰かっていうと、警察の現場の刑事さんたち、捜査にあった刑事さんたちの思いが今回報道されていますよね。はい、だから3件の中にもやっぱりそういう心ある。 うー実真実は一つですから絶対に真実は一つですからその真実を一つであることを信じてで日本の警察が正義のもとにあるということを信じて頑張っている方もいるということですから、えーはい、まあだから、うん、それはみんなそうなのかもしれないしどうなのかってまだ今のところわからないですけれどもそういう人たちと文、うん、春さんと世論と遺族の方々と権力機構との 対立構造にあるということですよね<ー>これは極めて重大な問題ですよね殺人事件ですから<ー>あの可能性としてね自殺かもしれないし殺人事件かもしれないし<ー>どっちか分からないですけれども<ー>殺人事件であるということを相当程度確信して捜査が動いたということは明白で事実無根でも何でもないというように<ー>あの記事を読む限り判断できますから。 で実際おられたわけでしょうから捜査に当たった方が、ええ、しっかり真実を明らかにしてもらいたいですね,ですねただ単に疑うしきは罰せずというのがあるから、はいええ、今、津行警察庁長官が言っているのは事件性があるということを明らかにする証拠がないので、えええー、可能性として僕はあれが殺人事件であったという可能性を一切否定しているわけではないが、うんええ、ー100% あるいは100%に近く殺人だということを断定するところまではできていないということを僕は聞いていると言っただけなんです。ね<え>そうは言ってないけども我々専門家というか学識者からすると彼の発言はそうなんですだから真っ黒だとは言えないと言っただけであって、はいえー、グレーかもしれないけれども<え>黒かもしれないけども黒だと断定できないよと言っただけなんです。その時に まあどうするかですよね。だからあの疑う式は抜粋、疑う式は,罰せず疑うはああ被疑者の利益に。 という法学的その冤罪を避けるためのルールをですね、はいええ、どこまで灼子定規にこの件に当てはめるかという極めて法哲学的に重大な問題をこの事件は示唆しているので僕はやっぱりこの日本国家に住む一日本国民としてこの国が正義と公正に基づいて運営されているということを信じたいしそうあってほしいので。 木原官房副長官がどういう権力者であろうが、なかろうが誰の上司であろうが、なかろうが警察というものが正義のためだけに動いてもらうことを心から祈念したいと思います、ねはい、以上、YouTube 版アフターテラちゃんでししたたあありりががととううごござざいいまました。